トン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 、たくあんボーイ、新年足定時を締めたらよし。どうも、鈴木みとろです。あいくねくのめんめだめんめ、素晴らしい黒めんめ、ありがとうございます。丁寧に遊べます。ということで、今回スペシャルゲスト鈴木メトロさんに来ていただいております。お願いします。今日はですね、はいはい、企画なのかと言いますとですね、はいはい、鈴木メトロさんとは何者なのか、うん、これも未確認生命体だと思う。大丈夫ですか。すごく気になる部分があったので、うん、今回ですね、こういう企画にしてさせていただきましてですね。わかりました、はい、なるほどね。もうメトロさんはですね、まあ結構たくさんの方ね、うん、知られてますので、なんかもうプロフィールっていうのは大体わかると思うんですけど、うん、簡単に、まあ言える範囲でいいんですけどね、これは、うん、はい。じゃあこれ9割 NG だったら9割言わなくていいと、うん、この人は何者なのか、9割だぞということでね、解き明かしていきたいと思います。ではですね、はいはい、まず本名の方、はい、鈴木優斗と申します。漢字はこれが難しくて、はい、人間に右で優で、はいはい、とがね、門なのよね。これがちょっと僕びっくりしたんですよ。あ、でしょ、はい、いなかったでしょ、そんな人。調べた時にとが門なんてマジでびっくりしました。いない、だから病院行っても、はい、鈴木優門さんって言われてで、結局もう俺がそのあの、ユートですってこっそり言うみたいな、もうこれがもうありきたり、モン、ゴエモンみたいな、なんか大昔の忍者の名前みたいな、うん、そうね、じゃないですか。そうね、そうね。それはなんかあるんですか、ちなみに親御さんがつけた理由とか。お母さん曰く、うん、結局画数もそうだし、門をこじ開けるみたいな意味もあったのかな、確かそんなこと言ってた気がするな。で、ユートという。そうよ、お母さんありがとうねは、うん、なんかちょっと調べたら、うん、過去には鈴木優斗やってたっていうのが出てたんですけど、おこれはどうなんですか。いや、これもちろんやってたし、はいはい、ひらがなで鈴木優斗です。ピン芸人時代は太田プロ鈴木優斗で、もう本名でやってたんですね。うん、そう。ピン芸人の時って何のネタやってたんですか。いや、本当これこそあの音を駆使して、はいはい、もう本当にもう松本クラブさんみたいな、尊敬してるから、松本さん大好きだから。コント職人、はいはい、あの方のようなそれでも電車コントとか、おそのけどもそのシリを使って自然に喧嘩するみたいな、そういうのもやってて、わちょっと面白そうですね。それもね、いつかなんか YouTube で載せたいなと思ってるんでまだちょっと台本は眠ってるんですか。あ、もう捨てましたごめん。所属は今太田プロで、うん、太田今何年目だ。次8年目、僕は4月で5年目になります。うーん、ってことは3年したってことか。まあそういうことになります。もうキレフスがいいわ急にその前はどっか事務所入ってたんですか。その前は吉本興業に一応2年間いたんです。 SC 19期生で、え、同期は同期で言うとカネチー。カネチーお願いしますよ。カネチーも出た昔、普通に朝までさ、はいはい、人狼ゲームとかして一緒に遊んでたし、はいはいはい、うわ、それはもう、うん、エグジットさんでブレイクする前に、もう全然前だね、本当に NSC 時代だから、はい、私北海道出身なの、俺カネチー。そうなんですか。年は1個下なんだけど、はいはい、うん、そう、もう仲良くなっちゃって、当時なんて全然もうエリートでも何でもなかったからね。 ABC っていうそのクラス分けがあって、はいはい、俺とカネチーずっと C クラスずっとさまよってたみたいな感じだったから、うん、まさかこんな売れるとはね。LINE 消さないでねカネチー大丈夫大丈夫ですよね。もう今やもうお二人ともね、うん、ブレイクされてますからね。恥ずかしいぜひね、カネチーさんと、うん、3人でちょっとコラボさせてください。いや、そうよ、ちょっと LINE するわね、返事してよ。じゃあちょっとですね、まあ本当に簡単なプロフィールはですね、うん、もう本当に調べたら出てくるんですけども、そうね、そうね、嘘か本当かわからないような部分を僕今回ネットで調べてきて、なるほど、これメトロさんから聞いたこともないし、このサイトを作った人がどこかで仕入れたんだろうと思うんですけど、うん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 、はい、ちょっと本人にここで聞いて解明していきたいと思いますまず一つ目ですね、はいはいはい、アルバイトで万引き G メンとホテル清掃をやっている、うんうん、ほう、これは正解でーす。正解、これは当たってます。現在もやってるんですか。あ、今やってないけど、はいはい、昔そのやってた万引き G メンと、はい、ラブホテルの清掃員。あ、なるほど、アルバイトでやってたんですね。やってた、やった、もうそれこそ吉本にいた時かな。バリバリですよ。その万引き G メンのサイト、うんうん、ラブホテルの仕事であります。少しあー、ほんとね、言える範囲でいいですけど、言える範囲で言うと、うん、これがスーパーの、はい、あの埼玉のスーパーで、はいはい、先輩と勤務してたの、うんうん、万引き G メンで、その先輩が犯人捕まえて、犯人を
お電話くれたの。はい、正直その犯人捕めてからちょっとあの天外外に来てくれって言われて、はいはい、まあ、さすがだなと思って、その当時江頭さんっていうんだけどね、江頭さんがあの江頭さんではないですよね。あの江頭さんじゃないですではない、うん、ちゃんと服着てる江頭さん、江頭さん、はい、さすがだなと思って外行ったら、はいはいはい、その先輩が、はい、なんかもうなんかもう倒れてんのよ。どういうことですか。お腹を犯人に刺されて、はい、倒れちゃってんの。で俺がもう一緒でうわーなんだこれと思ってもう救急車呼んで、はいはいはい、なんとかね、はい、なんとか死なずに済んだんだけど、そういう逆上する犯人がめちゃめちゃ多かったりとか。怖いなー。これは相当時給高いじゃないですか。じゃあもうじゃあ、はい、全然もう日給8時間働いて、はいはい、7000円。え時給1000円以下。1000円以下じゃない。そんな命がけの仕事で。そうだからその一回そういう犯人に刺された事件があってから、はいはい、万引き G メン業界では、はいはい、いつも犯人にお腹刺されてもいいように、うんうん、お腹の周りに雑誌を詰めて勤務するように義務付けられた。映画のね世界であるじゃないですか、うん、銃を撃たれる時に守るために、うん、あなんか砲弾チョッキみたいな、ね、そうそうです。それやってるんですか。もうだから今もうパンパンに詰めてさこんなガタいいなっていう感じでラブホテルはちょっと言えます。ラブホは全然言える言える全然言えます。うちのホテルはその池袋の、ね、はいはい、ラブホだったんだけど、おお、はいはい、まあ自殺の方が結構いた。どういうことですか。どこで。例えば夕方そのサラリーマンの方が一人で来て、うんうん、例えば時間3時間でその、ね、入ったんだけど、はい、3時間経っても全然部屋から出てこなくて、うんうん、結局トントンって人が来なくて、うん、で鍵こじ開けたらそのお風呂場で亡くなってるとか結構ね多いのよ。なんか知らない、そういう事件すごい、なんかすっごい事件起こりますね、メトロさん。そうだから、駅員でも一回ね、その人身事故経験したけど、はい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 、まさかね、ラブホテルでもまさか人のそういうね、見るとは思ってなかったからな。すげえ。逆に運がいいのかなって、逆にね。逆にそんなだってないっすよ。ない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 。すごいエピソード持ってますね。でもいいエピソードで言えば、はい、ちょっとそうです、明るい方は。明るい今もうこんなんすからみんなでも明るい方で言えば、はいはい、結局清掃するときにその冷蔵庫の中にそのお惣菜とかその食べ物とか飲み物が封が開いてない状態で残ってたりとか、はいはいはい、そういうときにそのお腹空いてるからその事務室戻ってみんなでなんかそのお菓子広げて食べてるとか、食べていいんですね。もちろんもちろん、っていうのはあったから結構冷蔵庫開けるのが楽しみだった、はいはい、ちょっと明るい話にしていきますはい、これちょっとわかんないんですけど、うん、聞いたことないです。まず メトロさんの口から聞いたことないです。俺、はい、内閣総理大臣の第19代原敬が先祖にいるこれ何なんすかこれは。これね、あの、はい、まあ実は本当のことです。どういうことですか。俺のお父さん方の、はいはいはい、まあ、血のつながりなんだけど、これ鈴木家。鈴木家、はいはい、鈴木家の うん、おじいちゃんの、はい、ひいひいひいおじいちゃんが、はい、原敬なの。違う違う、もう一回ね、はいはいはい、俺のおじいちゃんいるじゃん、うん、の、うんうんうん、ひい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 おじいちゃんの、うん、そう、奥さんのお兄ちゃんが原敬、うん、まあまあそんなわかんないですよ。そんな直しても別に系ではないけども、はい、普通に血は繋がってるね。だからほんとひおじいちゃんが、はい、本当に原家と結婚してくれたから、はい、ね、うんうん、たまたまその原敬が俺の血をこう受け継いでるわけ。たまたまその原敬が俺の血をこう受け継いでるわけよ、受け継いでるわけよ、受け継いでるわけよ。総理大臣の血が流れてると思う。流れてるよ。第19代どれ芸人やってるのなんか国会議員とかやんない普通バッチつけてね、バッチやるはずですよ本当は。だからね、たかしおじいちゃんありがとうじゃあこれ本当だったの。うん、本当でございます。じゃあちょっとこれに続いて、はい、いいですか、うん、ハリウッド映画のヒロイン工藤由紀さんが親戚これは何なんですか。いやごめん、これも本当のことで、日本の映画でも結構ね、うん、主役級張る工藤由紀さんが、はいはいはい、僕のその、はい、俺のお母さんのいとこに当たる人で、うん、え、うんうん、近いじゃないですか。めちゃめちゃ近いよね。会ったことはあるんですか。それね、会ったことないはないけど話は聞いてる。話は聞いてて、はー、結局俺がその生まれた時からやっぱ工藤祐樹さんは売れてらっしゃったから、はいはいはい、東京にいたわけよずっと。なるほど。だから北海道にはなかなかずっといなかったっていうところで、うん、そういうことで。そう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 。で俺のおばあちゃんが青森出身で、その工藤祐樹さんも青森なのよ、はいはい、結局俺のおばあちゃんの両親と工藤祐樹の両親が結局つながりあってみたいな感じだから、うん、結局青森につながってます。だからこのね、役者もできてね、このまとめる力、総理大臣の力もあると。そうですよ、本当に。いや、そうですよって言ってますよ。金曜労働省の仕事くださいね演技できますからね。工藤祐樹さんに何かあります、うん、一言。どうしようかな。明後日空いてません？ちょっと話から始めませんか。話からお願いします。無理です。
僕も調べたら分かんないですよね、じゃあどこかで。あ、分かんないと思うよ。辿ってみようかなって思う。いや、多分あれじゃない、はい、長野で、長野ね、だから、農家さんじゃないの。いやいやいや、農家ですよ、多分。北海道一の左腕と呼ばれていた。これ、なんか、野球の話だと思うんですけど、野球だし、うん、正式にもそれ、左腕って呼ぶんだけど、よろしいですか、左腕じゃなくて。野球とちょっとね、触れ合ってこなかったから分かりますけど。あー、そういうことっすか。左腕です、ね。左腕って言うんですね。左腕。これも、実はその、うん、本当です。え、これも本当です。これは、うん、なんですか、その、野球やってた時に言われていたってことですよね。そうだね、高校野球の時に、まあ、自分で言われたけど、結構北海道では、はいはい、うん、敵なしだったわけよ。その雑誌とか新聞の記者さんが、北海道の左はもう鈴木。っていう結構そういうことを取り上げてくれてて、はいはいはい、今その実は北海道の右腕、はいはい、左腕は今巨人にいる鍵谷投手っていう、バリバリ一軍で投げてんだけど、はいはいはい、右の鍵谷、左の鈴木って言われてる。マジですか。どっちが出てもおかしくなかったんですか。まあそうだね、正直どっちももちろんプロ注目だったし、ベイスターズから声もかかったしっていう意味で、まあ確かに俺もプロ野球に近かった人間ではあるから、はいはい、俺の代だけ甲子園行ってないからね、決勝で負けて、はいはい、結局甲子園逃してるから、他は行ってるんですよ。もう先輩後輩はもう本当に綺麗に甲子園行ってるけど、俺の代だけ負けたわよ。これプレッシャーじゃないですか、結構な。いやーまあね、いやその頃からそうだね、プレッシャーもあったし、はい、そうね、芸人になりたかったからね。あ、もう心のどっかで投げながら芸人やりてえなそうよ、その高森に DM 撮るか、DM 送るかって。知らないですよ、TikTok。それだったらもっと早く返信してください。2ヶ月おきに来ましたからね。その流れで、小畑のお兄さんが、はいはいはい、YouTube で動画上げてて、ネットオロスさんの結構前だと思うんですけど、うん、そうね、そうね。ピッチングの動画見たんですけど、うんうん、すごかったんですよ。動画伸びてましたもん。あ、伸びてた？伸びるっていう表現がマジで。こういうことだと思って、俺の左腕がいかにすごいか分かったでしょ。本当に分かりました。ほんとご覧なさいよ、これぞ北海道の左腕。たまにお願いします。じゃあちょっとね、これ最後の質問になるんですが、これだけがね解明できたら僕はもう満足でございます。なんすか、はい、ずっとこれは気になっていることなんですけども、北海道の、海にホタテをつけて食べるっていうのは本当なの。本当だよ。本当だっつーの。なんだね、これ一番言いたい俺は。あんだけ配信でさ、本当本当って言って、本当なんだっつーの。これだけはちょっと、何をおっしゃるのよ。信じられないなと思ってます。一番信じやすいでしょ、これが一番。なんなら。いやもうこの、原隆史はもうそうだろうなと思ってました。どこだよ。どこ見てそう思ったんだよ。信じられなかったですね。本当だっつーの。みんな聞いてくださいよ、本当する、うん。海水が一番うまい。海水につけて食べる。ホタテを。そりゃそうよ。漁師さんなんてそれが当たり前なんだから、漁師飯釣ってその場で魚こうやって海水つけて食べてご飯進むとかあるんだから、本当になんか全部入ってこないさ、なんでだよ。これはちょっと信じられなかったので、またこれはこれだけは皆さん解明しておきますよ、よろしくお願いします。最後ホタテ。これでね、うん、一応メトロさんもね、気になるところ、解明させていただきました。よかったっす、よかったっす。まあでも、うん、またね、ちょっと気になるところありましたら、またやらせてください。うん、これ以上ある皆さんもね、これでメトロさんのことを知れたと思いますのでね、はいはい、さらにメトロさんのね、動画も楽しく見れると思いますので、チャンネルの方ですね、概要欄に載せておきますので、はい、ぜひともご視聴の方よろしくお願いいたします。それではまた皆様、お会いいたしましょう。シェイシェイついでに恋ダンス。明日に向かって進めたら、